シャワリット・ヨンチャイユットは、大の軍人、政治家、タイの首相を務めた、共産党対策で発揮した地望から、大の諸葛公明のニックネームを持つ、1932年生まれ、陸軍士官学校を主席で卒業、職業軍人として、キャリアを積み、陸軍参謀長を経て1986年5月に、陸軍司令官、同年10月から、 国軍最高司令官代行を兼任。1990年に退役し、民間人としてチャッチャイ内閣の副首相兼国防相に就任2ヶ月後に辞任し、新規暴頭を立ち上げた。第一次、治安内閣において1992年から1994年、内省、1993年から1994年労働、社会福祉省、 1994年副首相、バンハーン内閣において1995年から1996年副首相兼国防相と閣僚を歴任する。1996年の総選挙で国民党の地方政治家を大量に取り込んで新規望党が第一党となり首相兼国防相に就任、経済自由化と規制緩和に取り組んだ。しかし、 アジア通貨危機で有効な対策が打てず、1997年末に辞任した。2001年のタクシン内閣誕生で副首相兼国防省に就任。2002年に新規冒頭は対愛国党と合併している。2008年ソムチャイ内閣の副首相を務めた。ありがとうございます。